リカキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。みんな大好きポテトチップスにとんでもないやつが出ましたね。なんかね、挑戦状じみてるんですよ。あなたは食べきることができるか。それがこちら、カルビーポテトチップススーパースッパイレモン味。スーパースッパイレモン味、カルビー史上最高やばいやつがやってきた。あなたは食べきることができるか。ウォーニング、警告、酸味の感じ方には個人差があります。お子様や酸味の苦手な方はご注意ください。食べきるなんてね、僕ではね、当たり前ですよ。ということで今日はね、何秒で食べきれるかやろうかなと思ってます。ちなみに梅干しとかすごい苦手です。頑張ります。開けるとこからスタートにしよっか。この開けるテクニックも関わってくる。それでいこう。ストップウォッチ、一応お茶もありますからね。それではスタートします。3、2、1、スタート。この開けるところから勝負だ。よし、うん、いい匂いだ。マジでふっぱい。これポテトチップの味がしねえ。うっべえ。粉が酸っぱいぞ。粉が振ってある粉が、うわ、お茶甘く感じる。お茶甘、唇がヒリヒリしてきた。フッパイパウダーで、あーここら辺についた粉舐めると超酸っぱいです。これもうちょっとだ。最後飲み込むまでが勝負です。4分58秒、4分58秒です。めっちゃ時間かかっちゃった。あのね、超酸っぱいです。ポテトチップスの味がしないんですよ。こんな酸っぱいの食べたい人いるかなってくらい酸っぱくできてる。粉が酸っぱいのが振りかけられてる感じで、一気にガーってポテトチップスを食べて、口の周りについた粉をこうやってぷよってやる。おお、まだついてる。超酸っぱいです。ここまで酸っぱいお菓子あんまないかなってくらい酸っぱい。普通にコンソメパンチ食べたいです。合わなくはなかったけど、酸っぱすぎてちょっとどうかなって思いました。トゥデイズスーパーサポイント、ワンハンドレー。やっぱり早食いはやめた方がいいです。まあ、酸っぱいのが好きな方、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビン、じゃんけんポン、バイ。私ヒカキンのツイッター、ライン、インスタグラム、バイン、ツイキャス、フェイスブック、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押して、ダラク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 、バイ。ほんとお茶が甘く感じるんですよ。あー、酸っぱい。